はい、どうもネクロスです。さあ今回もムジュラの仮面じゃない、ゼルダ無双をやっていくんですけど、風のタクテ編多分最終回です。でハイラル城前回使えるようになったので、これバッチあったっけ。あーやってる。じゃあハイラル王使いたいけど、これ見て、前回言った通りジャイハーラどっちだったっけ。まあいいや、ジャイハーラとモルドゲイラのダンジョンのボス部屋がくっついてるフィールド。あ、操作可能キャラクター自分一人だけか。じゃあちょっと本気出してリンク組んでいきたい気もあるけど、ハイラローでいきましょう。船の方攻撃力が80でヒック。さあストーリーは、そっか、ファントムガノンか。その半身であるラナの存在を知り、力のトライフォースまでも奪ったことが分かりました。トライフォースの均衡が乱されたままでは世界の異変は収まりません。そして魔力を失ったシアもやがて消えてしまうことになる。あれ、シアさん前死なかったっけ。すでに弱りきっていたシアは残る力を振り絞って自分を襲った者の気配を探り、リンクたちに伝えました。そこに待つ悪しき存在を倒せば世界の危機を、そしてシアを救えるはず。そう確信したリンクたちはそれぞれの決意を胸に決戦の地へ向かうのです。決戦の地って言ってるから多分最終回やね。おお、楽しみ楽しみ。新しいマップはやっぱね楽しみよね。これは、あ、大地の神殿と森の神殿、あ、ほわほほわって言ってもだ、ほら大地の神殿と闇の、え、お、 BGM ギルト、じゃあれモルドギルの BGM や。 YYYYYY おお、なるほど。 YX え、これな、 X でなんかしてなんかするってやつじゃん。うわ、なんだこれ。あ、これ水属性が作ったやつ。んー、なんやろこれ。なんか雷落ちてるけど。 YYYX は、おお、船。これ X のこれなんやろ、これ4つの賢者を、なんて、これあれや、ファントムガンドのマークや。なんか風まとってる。うわ、すげえ、ハイロールに風まとってる。 YYX が突っ込むか。 YY、 え、おお、自分がそれに変身できんねや。うわ、おお、すげえ、ハイラルを豪快。あんまり強くないけど、あ、ビッグポイント。これレベル低いし、武器も一番雑魚い武器使ってるから、まあ弱く感じるだけで、まあ、だからわざ、あ、ボスに当たってる、当たってるわ。ほら攻撃力低く、必殺技だこれって。まあ、だから技見て、あとはもう強い武器ゲットしてレベル上げたらもうちょっと強なるかもしらんけど、とりあえずリンク君にパスかな。テトラさんも置いといて、とりあえずリンク君にパスでいっかな。あとは、今リンク君どこ？あそこか。右上におるね。わ、あそこ一本道やん、ここ。上登れねえな。あ、でもそこ扉閉まってるわと思ったけど、これ、なんか邪魔あるよ、これ。フックショットの的ある。何これ。これフックショット登れってこと？あ、スイッチが隣にあるね。わかったから早く。あ、これは光、ミラーシールドのやつ。そこにもスイッチあるね。いや、BGM かっけ。大地の像とコログの木は道を塞いでいます。近くにスイッチがないか探してみましょう。通れるようになった道は敵でもなく、敵だけでもなく味方も、逆やな、味方だけでなく敵も取れるようになると。はい！うわぁ、かわいいコログの木。で、これをフックショットで、よっこしょー！で、こっちに行けるようになったと。あー、すごいね、これ。HP ちょっと減ってるって、ハートない？ハートのあったー。
マスターソードは HP が満タンやったらこれ衝撃波が出るから、これリーチも威力も高くていいからね。ほいほい、これがマジ強い。てか敵がおらん。こっちか。なんか雷降ってきてるけど何？そっちからちょこちょこ雷っていうか、なんかほら右側になんか落ちたけどさ、とりあえずここ制圧して。南側はこれテトラさんまだ使ったことないよな。ラナちゃん、ラナちゃん、ここの鳥で制圧しようぜ。テトラさんどこや今。テトラさんやっぱ近い場所おるな。あー、じゃあそこあれか、仕掛けとくやつか。じゃあとりあえずテトラさんに回して、ここハンマーで、よっこいしょー。これミラーシールドが、あ、光入って、反射してボカーンってやつやろ。風のタクトでやってよこれ。ほら、あ、フックショットかこれも。でもこれ敵フックショット使われへんやろ。どうやっていくんやろ。ちなみにこの的はあれやけどな、スカイウォードソードのクローショットの的やからフックショットは刺さらんけどな。っていう細かいこと言っていく。で、テトラでここの砦に命令しといて、制圧してもらって、その間にラナちゃんでここ制圧しよう。光が当たったら月像が丸ごと消えちまったよ。へえ、これで進軍できるぞ。あいつらフックショット持ってないやろ。進軍できるぞとか言ってるけど、まあ、フックショットないのにどうやって登るつもりや。そんなことが許されんのはブレス・オブ・ザ・ワイルドのリンクだけやぞ。やっぱ雷ぐぜえな。奪ったと取った鳥で奪い返されないように守ることも忘れるんじゃない。オッケー。でもあと2つやで。あー、でもちゃんとリンク君とか そこでスタンバってくれてるわ。なんかあったらキャラクターチェンジしたらいけるからね。はい。あ、そこもなんかフックショットのあれがあるよ。あ、でもこれは飾りか。じゃあテトラさんに回して、地味に初めて使うよ。なんか前回さ、バッチやってないからやめたよね、使うの。 X でボン強いんこれ。なんかサイコラ編のなんか強そうな X やつやったら、うわーなんだこれ、うわーなんだこれ。あ、これは強い、あ、強い、これは強い、確信、これは強いわ。ここにもいろいろ技見ていくか。ちょちょちょ、今の技見たな。多分今のが一番強い技じゃん。ほらこれが、お、ウィークポイント、お、テトラさん意外と強くない。これテトラさんも武器が一番弱い最弱の武器やから、まあ威力低いからこうビッグフォーごときでもね結構戸惑ったりするけど、これが武器がもっと強くなったりしたらね、だいぶ強いと思う。テトラさんは無双ゲーム、無双ゲームってない、無双ゲーっていうのはそのいかに広範囲に攻撃ができるかっていうのが、まあ強いか弱いかの判断基準なんやけど、まあ、自分の中でね、どんだけ気持ちよくゲームができるかっていうのが大切で、これは結構範囲広い気がする。これで4つの賢者終わったよ。そしたらちょ、もう HP 減ってんのなんなんマジ。あ、波動来てた。落雷攻撃停止、やっぱりなんかあったんやな。話見逃しとったわ。光を取り戻した。あいつの魔力が弱まっている。え、体力減少停止、体力なんか減ってたんや。やっぱなんか飛んでくる、親ブリンが。シアの元へ合流せよ。その前に親ブリン倒して、おいおい待って、ここの砦ボス誰、砦ボスどこ、お前か。あー、一発死んだ。なんか出てきた。お、だからバイクー、ハートの器かな。あ、封印された武器か。あ、これは多分あれ、砲やわ、砲。ハイラローの砲のレベル2いちゃうかな。スタルデラ、スタルチュラ専用に出現。シアの元へ合流せよって言ってたやろ。シアってここやろ。違うわ、ハイラル隊長やろ。これこっち行けんの、なんか、不透明やけど。行けるんかなー。いや、無理っぽいよな、なんかあるよな。こっち仕掛けあるってことかな。これ、あ、なんか行けない。いけない。いや、もうこんぐらい飛べよ、お前。待って、とりあえずスタルチラ。まずスタルチラ。どこ行った？
あ、多分あそこや。こっちまっすぐ行った一番先っちょやわ。多分爆弾いるやろ。なんとかしてあの怪物のところに集まれないかな。2体の巨大魔獣を撃破せよ。巨大魔獣ってどこおる？あ、おるな。入らろうかー。それは厳しいな。これはハンメーク。うん。ハンメーク。ドン。で、光出てきて、潰れろー。まあ、巨大魔獣にはラナちゃんがめちゃめちゃ強いから、あ、そうか、リンクくんが閉じ込められてる感じっぽいね。全部扉閉まってるもんな。ラナちゃんの近くになんかおるよ。待って、ブーブラン。遠い。あー、二つか。さあ、来い。来い。ラナちゃんはもう一発でウィークポイント全部削れるから。マジ巨大魔獣潰しやからね、ラナちゃんは。ほい。はい。はい。ほい。はい。ほい。今度終わりと。HP 高っ。あー、硬い。めっちゃ硬い。ちょっと待って、味方本拠地の真ん中のさ、味方本拠地になんか敵迫ってきてんねんけどさ、これ倒したいけどさ、いけないよね。いや、いけるか。ハイラローがいける。ムキー、おい、ムキー。お、倒したか。まだ OK。 これで倒してくれじゃないときつい。おい、 HP 高いってお前ら。じゃあ命令で、ちょ、テトラさん、ちょ、出張、テトラさん出張。味方本拠地の護衛に頼む。よし。こいつさ、テスキターとめっちゃ硬いんよ。で、そもそも弱点あんまり出してこないっていうね。こうやって、なんか毒やってきたり、なんか、うえーとか言いながら暴れたり。なかなか辛い。しかもここ、取り出ないやから、取り出陥落するし、まあ、すぐ奪い返せばいいだけの話やけど。あー、怖い。もう一人ゴーマーって言ってたよな。ほら、もう全然、弱点のあれしてこへんしさ。これ、せこない？ほらー！何こいつ！このままじゃ、取り手奪われちゃ、いいよ。奪われたら奪い返せばいいだけの話だから。リンクくんが使い物ならんっていうのが辛いな。やばい、味方本拠地に敵めっちゃおる。やば、あ、これ死んだかも。あ、来た。やっと来たわ。これ、テスチターと倒して、すぐにゴーマの火星に行って、テトラさんが何とかしてくれる。あ、陥落した！じゃあ、制圧したいな。あー、ちょっとこれ戦況的にまずいかもな。とりあえず大丈夫。賢者の砦を守れ。守りきれんぞ。それはいい。待て、砦ボス。死者大苦戦。大丈夫、テトラさんが言ってるから。で、ここ制圧したら、シャさん、じゃあラナちゃんをゴーマに、あ、こいついけないんかい。マジか。テトラ。待て、HP 回復。これはまずい。味方本拠地にこの量はまずい。おお、なんだ、今の技なんだ、初めて見た。なんか、ドドドドドって打たなかった。おお、なんだこの技。ワイって。あ、死ぬ。危ない。死ぬ。味方本拠地マジまずいって。マジマンジ。この量は多すぎ、ま、ほんまに。あ、ボス多すぎやろ、お前ら。中ボスみたいなやつ。じゃあ、テトラさん、攻撃力低いよ。ほい。え、ドド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 。リーチ短い。痛い。死ぬ。薬回避。ウィークポイント、なんでウィークポイント。死ぬ。これだいぶ地獄やな。まずいな。はい。 OK、 ウィークポイント無敵。とりあえず安心するウィークポイントね。おーい、やばい、攻撃力こいつら半端ね。マジパネっす。死ぬ。 HP 全開。ハート豪華よ。死ぬ。待って。死ぬ。ほい。オッケー。
ほい、コミット。お前らもう全員死ぬやろ。ほい、ほい、ほい、ほいで。オッケー。石鎧を親分に倒して、お前も倒せる。なんでやねん、お前。死んでるやろ、もう。オッケー、HP 全開。で、ビッグポイント。アップねえ。マジアップねえ。あと、1体か。お前ら多すぎな。ほら、多すぎ、これはさすがに。危ない。味方本気地でもそんなに、HP 削られてはないね。こっちの方が強いんかな、1対1だったら。おいおいおい、で、ウィークポイント。はぁ、あ、これ倒したんちゃう？なんでだから毎回。ちょっと耐えるの。ほら、ミス成功。広場の魔物撃破に成功。よし。あとは落ちている。あれを、何やったっけ？賢者の砦？おぉ、まあ、やったら、勝ちになるんやけど、とりあえず、味方本拠地の敵はほんまにまずいから、落とされたらゲームオーバーやからね。で、そしたら、リンクくんを、HP めっちゃ減ってるやん。ここの砦で制圧させてもらう？砦で制圧させて、んで、テトラさんを元の場所に戻して、二人で倒すぞ、ゴーマ。で、入られろう。入られろう、行くぞ。